夜になっとんかもう。ほれほれほれ、おるじゃないの。二人、手前に一人。ゴーストの勝率はゼロだ。奴らもいずれ消えず。護衛するとなると、これヘリコプターがいるよな。ちょっと、あなたそこに追ってくれる？うん。E ボタンでね、E ボタンでいろいろ。ヘリコートの襲撃作戦が失敗に終わったらしい。いや、ちょっと待って、あんたそこにおって、頭打ち抜かれる。ちょっと下に来て、そんなゆっくりな。あなたそこまでお年寄りじゃない？なんか、ムーンウォークで降りてきてるような。こっちや、こっち。そう、はいはいはい、いい子だから、はいはい。はい、そこで頑張ってね。で、なんやねん。これヘリがないとあかんぞ。あ、ヘリがあるんか。ヘリがある。ちょっと見えづらいけど。ちょっと今、ドローンが飛んでるので。どこすかヘリ。ナイトビジョンゴーグルが欲しいな。あのドローンにもね、ナイトビジョンゴーグル。こっちにもるんかい。うわー、やばいなこれ。ちょっと待って、ヘリがある言うたってどこ？右？東やな、あれ、東やな、東。あ、違う、東や、南か。南東、あ、南西の方角。あれを敵を越えて、わからん。せめてこんなとこでジエンドにならんようにや。なんだこの警戒は。ちょっと待っててね。最初に顔出したマルコに一発ぶち込んで。あのゴーストも俺たちに手を出すほどバカじゃないはずだ。フラッシュバンでうんこらせっていうのはちょっと私ゲートにないのでね。スケルは想像できないほど大金持ちだ。リポート、オールサスペクト、アクティビティ、through the Sentinel Corporation application。おお。まあ、怪しい行動があったら全部報告してくださいよ。センティネルコーポレーションアプリケーションを通してということで、まあ本当軍事会社ですね。ウルブズには近づかない方がいい。あ、ナイトビジョンコール、よし。あいつらが離れとる間に、ドローンの羽音みたいなのが聞こえるんですけど、あれ、やっぱりドローンがおったか。
知るんだ。お前が知ってるようにな。あんたたちの勝ち目はない。私たちはそこら中にいるの。すべては自業自得。民間人を、民間人縛られてますね。そんないじめてはダメですよ。民間人を執行機関である軍人がいじめたらそれはきませんよ。ポリスブルタリティみたいになりますからね。 They don't care about us の世界になってはいけません。これね、2人いるときは軸を合わせます。連射できるように。お互い敵兵の頭部が合わさりました。合わさって、あ、眩しいけど、あ、眩しい。じゃあちなみにね、歩腹擬態状態でもね、撃てるんで。歩腹擬態状態ですね。歩腹擬態状態でも構えることができる。眩しい。葉っぱが邪魔やけど。いきます。痛い。今一発ちょっと外しました。この方がね、別に射線角度変えなくていいので。大丈夫かね、兄、大丈夫かね。外してあげたいんですけど。無理みたいですね。ほいで、これ AK74 やったっけ。なんかサイドミッションの重要人物がいますね。うわ、なんて、まあ、しつこいぐらいにな、飛んでくるから。気をつけてくださいね。あー、まだか。もう飛行機の音がしたらすぐね、こういう土、草地が、草が生えている土壌をめがけていってください。あとは砂ですね。絶対にあの岸壁にも行かないよ。リロードせずに、ハンドガンで敵4人排除。パークのピストレア、ピストレアか、ピストレア取っとったらこれでも経験値が上がるの早いんですけど。ゴーストに勝ち目はない。早く降参した方がいい。奴らは抹殺するべきだ。見つけたら俺がこの手で殺してやる。でリロードせずに、リロードせず、まあ、武器交換もしたらいけないので、あと5発で、あと1人。あ、警告が出ましたね。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。もう1人だけ。ああ、負傷体制があと10秒で切れる。どこの木に引っかかってる。契約に木登りは含まれてないぞ。全部のランタンを調べるって話だ。何だこの木の枝。カメラとかないか。全部だ。分かってるよ。そんなに言うならお前が登ればいいだろう。俺は下でしっかり見張っててやるから。そうそう、今そういう気分じゃないか。確かにそうかもない。そいつは忘れよう。二人で黙っていれば。え、マジか。スケル置き去りにしたんでミッション失敗になるん。いや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 
欲を出したらいけないってことですね。欲を出したらいけないってこと、非常によくわかりました。そうですよね、人命が大事ですもんね。ごめんなさいね、スケルさん、本当にごめんなさい。うわ、すっごい怖。俺を置き去りにしやがって、狛江の窓。俺見、お前には給料払ってやらんぞみたいなね、こんな人の命、あ、ごめんね、ごめん、ね、人の命を存在にしやがってやとかって、なんかもう本当、ちょっと待ってや。当然さっきのハンドガン4人行くミッションは貫通しておりませんね。なんか、わ、前のステージの敵キャラ全員増え、復活してるやん。はい、スケルさん行くよ。スケルおじいちゃん行きますわよ。これアイテム大丈夫？取り忘れてはないの？チェーンソーあるよ。はい、行きます。なんか声聞こえるけど。はいはい。はいはい。じゃあスケルさん行きます。でスケルさん向こうに乗れるや、乗ってくれる？あ、いやいや、はい。ちょっと待って、お前ベンチ乗るんか、君は特殊部隊の経験でもあるのかね。クソ、何がどうなってるの。ジョサイアはあんなやつじゃなかったはずよ。あのままじゃ殺されていた。今楽にしてあげましょうか。私を？いや、あいつらだ。あいつらが島を占拠して私の会社を乗っ取ったんだ。私は味方だよ。なら、なぜ輸送艦を沈めたわけ？あれは、あの船は島からドローンを持ち出していたんだ。核爆弾を超える兵器になりかねないドローンだよ。阻止しなければならなかった。死傷者がいる。乗組員が数人死んだそうよ。他に選択肢がなかったんだ。数週間前、彼らは南アジアでドローンの実地試験を行い、誤って民間人を殺害した。私が開発を中止しようとすると、今度は島を占拠してきた。あの輸送艦を沈めるしかなかったんだ。あんたのドローンの性能は知ってる。何人かの民間人がボートで島を出ようとするのを見た。そんな、どうなったんだ。うまくはいかなかった。フォックスとハーモニーは助かったけど。そんなことになるなんて。今はどこへ向かってる？エレホンよ。その洞窟にホームステッダーが避難している。フォックスもそこよ。おい、もう一、お前ちょっと礼も言わずに、もう一目散に逃げるんかい。君は本当に困った人ね、あなたはね。お礼をするもんよ。あれ、スケルさん、いや、そんな拗ねないですね。いや、ちょっとそんな拗ねないで。拗ねとんのか、拗ねとん。なんだ。まず、ジェイス・スケルよ。スケルテックの CEO。 誰かは分かってる。隣人だもんな。うん、近所付き合いはしとくべきだったな。誤解してた。てっきり交流したくなかったのかと。でも会えて嬉しいよ。
フォックスの言う通りスケルではなかった。ウォーカーよ。奴らはドローンを止められるスケルを狙ってる。で、そいつをここに連れてきた。なら、ウルブズに渡す？そっちの方がマシだ。ジェイス！ああ、ハーモニー。大丈夫？怪我は？大丈夫。会いたかった。もう一緒だよね。ハーモニー、それはまだ…待つ。いいでしょ？ジェイスがいてもいいよね。あ、わかった。わかったよ。いてくれていい。やった。パソコンの準備しよう。まず、ありがとう。みんなのために全力を尽くすよ、約束だ。一体何台のコンピューターを準備するつもりだ？そういえば、フォックスが見せたいものがあると。ということで、エレホンに帰ってきました。拗ねてるわけじゃなかったんですね。話してほしかったんですね。いや、それも一応拗ねてるってことか。アウトキャストからの物資を確認しておいてくれ。ごめん、耳話してる視線を遮ってしまう。どうしてこんなに長く占領が続いてるの？なぜアメリカは侵攻しないの？占領より侵攻で出る犠牲者の方が多い。アメリカはアメリカですからね。話す？今話すのアイコン出たな。あー、フォックスちゃんか。フォックスね、ハーモニーちゃんね。フォックス、見せたいものがあるらしいわね。ジェイス。おお、フォックス、また会えて本当によかった。本当に信じてくれてありがとう。別にこいつを信じたわけじゃないわ。それより見せたいものって？重要なことだ。社内にいる人間がスマートグラスで撮影した映像を送ってくれたんだ。手を汚す中間管理職はありがたいだろ。トラック、早くしろ。ヤーギャーわめくな。パーティーの日に泣いてる童貞みたいな客はいらないんだ。早く乗れ。私は単純だ。君は協力すると約束した。私は約束を破られるのが嫌いだ。こいつはトレイストーンだ。警備会社センティネルの CEO だ。なぜ雇ったの？そのつもりは。マイルズだよ。政府とのパイプ役、彼に勧められた。マイルズ？作戦を発案した CIA の男だわ。あいつ、まさか私たちをはめたわけ？ああいう経営者は嫌いだ。あ、君は違ったけどね。なぜピーター・マイルズが？ああ、研究所が何者かに爆破されたんだ。それで武装ドローンの開発に踏み切った。マイルズに投資されて警備システムオメガを作った。そしたらウォーカーが軍事顧問としてやってきたんだ。
それで連中を止めようとしたら乗っ取られたわけね。まずは人々を島から避難させ増援を呼ぶ必要があるわね。それの実現を考えてた。よしさすがジェイス。ドローン制御プログラムの穴を見つけた。今はウイルスを作っている。こいつでドローンを掌握できる。それで脱出できるんだな。ああ、手を貸してほしい。味方が島に来れるのなら手を貸すわ。ありがとう、ノマド。作業場を準備している。来てくれ、話をしたい。もう最高だこれまではただの情けないやつで、要するに胃がムカムカしてたのに脂っこいものが食べたかったりしたけど、今は最高の気分だやる気満々やってやるぞ。ということで、メインミッション、あ、もう一枚だ、続いての計画についてスケルと話す。スケル、どこでコンピューター広げてるんですか。私をあんまり悩ませないでちょうだいね。あ、ここね。じゃあスケル、計画を聞かせて。ドローン制御プログラムの穴をつけば、島の警戒網を構築しているドローンを一区画分ダッシュできる。でもうちの主任エンジニアがいないと。それからプログラムのバックドアを塞がれないようにする必要がある。開発中の最先端 AI もなきゃダメだ。ということで、ジェイス・スケルに関するメインミッションクリアですね。クリアになったらこう白いね、あの帯が消えます、うん、で、消えて新たに、クロムウェル、カール・チザム、ポーラ・マデラという重要人物に関するミッション、メインミッションが新たに解放されました、クロムウェル、何やらあのバックドアとか言ってましたね。で、あと AI について、関すること、そして、まあね、この島のセキュリティプログラムを止めるために、スケルテックと関係している3人の重要人物に関わるミッションが、これからの課題となってまいりますと。ということで、かなり、今回はですね、いろんなことがあったわけなんですけれども。バカなあいつらはスケル天才だ。センチネルが来た時こうなるって想像したか。ノマド、面白そうな情報を見つけたということなので、武器をアップグレードすると。今の銃じゃ仕事にならないわ。ダメなの？
古い上にガタが来てる。敵に合わせたものが必要ね。そうね。銃をアップグレードするなんてどう？正しいパーツさえあればなんとかなるわ。ここでは全て自力で賄う必要があるから、加工してくれる人材は揃ってるわ。まさに自給自足？パーツは他の銃を解体して手に入れるのよ。無駄なものなんてないわ。分かった。なら自分で探してみるわ。こんなことになるなんて。なんとかね、結構大変な、ミッションでしたけどね。まあ、ほんま途中でジェイススケールを置き去りにしたということが私の、痛恨のミスというかなんと言いますかね、あれでミッションがね失敗になるとは誰も予想できない、誰も予想できなかったことですからね。まあ、皆さん、あの警告ランプがついたらちゃんとそれに従うことにしましょうね。CIA 本部のピーター・マイルズはセンティネルともつながってる。大体ね、世の中の陰謀というのを CIA が起こしてますからね。あのね、とある日本に近い国ではね、反日教育が行われておりますけれど、あれも CIA が噛んでると言われております。こんな結末を考えだから、あの父が死ぬ前に腕時計をくれたの。ちょっと待って、なんかめっちゃ仰向けになってんやけどおー、なんすか、なんすか、このスキンヘッドでこんなあの座礼されても科学者やと思うけど、要はその先ほどの話に戻りますけど、アジアで EU みたいな連合をね作られちゃまずいと。欧米の方は日本の技術力、韓国の意欲、そして中国の人口ですね、人的資源で、そしてまああのフィリピンとかああいう人で日本の技術力、それが合わさればね EU とか欧米を超えるんですけども、そうならないようにアジア圏の EU、 アジア版の EU を作られないようにするために日本、中国、韓国を仲違いさせようとしているのが大体 CIA がやってるというふうなことを言われております。あら、どうも。あ、特にここを特定したいんだけど手伝ってもらえる？協力ありがとう。仰向けになってる人、なんかちょっと首おかしくないかこんな感じでしたね。はい、ということでちょっと一休みして次のミッション行こうと思います。